皆さんこんにちは。今日は、松下酒房で詩のカクテルを作っていきたいと思います。はい、それでは今日はコンペイトーとわたあめを使ってカクテルを作りたいと思います。私横手市の出身なので、あの雪をちょっとイメージしてわたあめを選んでみました。今日使うお酒は、秋田舞子の秀吉さんの秋田舞子ですね、純米大吟醸のお酒です。ちょっと全部今日甘い組み合わせなので、甘党の方にはとってもおすすめかと思います。早速お酒を注いでいきます。どのくらい入れようかな。足りないかも。半分くらい。はい、濃いところが入りました。はい、でここにコンペイトーを入れるんですけど、どうしようかな。ピンクと黄色と、あんまり見えない。だんだ。それではこのグラスに上に綿あめを乗せていきたいと思います。結構たっぷり乗せたいと思います。カメラの後ろでギャラリーの乙葉ちゃんと金藤がわたあめ食べてむせてます。おいしい。たっぷりたっぷり、かわいい。たっぷり。これでどうだ。なんか鳥みたい。鳥っ子。無謀かもしれん。なんか斜めに置きたかったけど。アレンジ。夢かわ。夢かわ。おとちゃんとかの。あ下にいるの私と総支配人大根と松の子さん。おちゃん綿あめがいいな。どうですか。恥ずかしい。混ぜたいかな。これ可能可能。おとちゃん、もう固まってきちゃった。あ、ダメかもしれない。あ、このままもう一気に豪快に男らしく入れちゃいますね。あ、来た。綺麗。かま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 、かわいい。なんか本当に雪積もってるみたい。いいアンベだな。それでは秋田舞子の純米大吟醸ラベル、秋田舞子ラベルとこちらの可愛いベリーたちと、いちごシロップを使って日本酒のカクテルを作ってみたいと思います。ではよいしょ。間違った。まずいちごのシロップを入れます。どれぐらい入れようかな。これぐらいかな。そしたらこちら秋田舞子の日本酒を入れていきます。赤い、かわいいベリーたちを入れていきたいと思います。ですね、かわいい。つばちゃん、
チュアの綿あめゆきをショーンしてみたいと思います。シャンシャン、わー、シャン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 、わー、かわいい、かわいい、いっぱい入れたくなっちゃいますね。そしてしの姉さんは雪、ね、を食べています。もうちょっと入れようかな。あ、でも入れたらちょっと下の方白くなってグラデーション、あ、本当だ、かわいいかも、うん、ラウンド2、ション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 、あー楽しい。ぜひ皆さんもお酒に綿あめ入れてみてください。楽しいですよ。ねっけんな、ジーンとしますよね。でもね、ジーンと好きそう。ジャニーちゃん、ジャニーちゃん、悪口なんですけど、たくましきドロップしてそう。こんなところに綿目もある。でもなんか目な。はい、それでは私は、ローズメイさんのオレンジスライス、オレンジスライスとシロップを使ってビアカクテルを作りたいと思います。これは宣伝で置いてます。よし、どういう順番で作ればいいんですかね。でもきっとシロップ沈みますよね。うんうん、じゃあ、まあ、ビールみたいね。これでもうビールみたい。全然違うけど、きっと夏にぴったりなあれができますよ。あれ、飲み物。元気が出るやつ。元気が出るやつができますよ。元気出るな。元気出るな。な、な。じゃあ、上手に、綺麗に、あ、どう思います？いや、違う違う。スライスはいつのタイミングで入れたら映えますかね。ラストスライス。ラストスライス。なんか、巻きスライスもいいですよね。ちょっとこれ借りるか。この表面に、側面にスライスがいるのも綺麗、うんうん、かわいいですよ ね、 いいですね。ちょっとそれやってみようかな。うんうん、かわいい。カフェのあれ、あ、なんかつけちゃった。えい、いざ、綺麗に注げますように。泡出る？あ、沈んだ。まだまだ1個無事だ。うんうん、最後トングで蘇らせます。あ、ほぎとーほぎとーほぎとーほぎちゃった。あの富士工事店が、あ、あふれるかな。リフォーム、リフォームしたい。劇的ビフォーアフター。お、たくみでれで、あ、あ、あの富士たくみが、あ、でもどうです、どうです、あ、来た来た来た、こっち、こっち、こっち、ね、慎重に慎重に、どうだ、できました。可能角、可能角、あ、うん、まあまあ大好き秋田。